矢田部あきこです。今日はですね、17年ぶりにフルモデルチェンジした新型ハイゼットカーゴご紹介していきます。それでは早速行ってみよう。外観見ていきたいと思います。で、外観なんですけど、まあ、このライトね、ライトは10代目のライトと同じくちょっとねキリッとした感じを受け継いでいるなというふうに思いました。で、大きく変わったのはやっぱバンパーですよね。バンパーが10代目はちょっと樹脂の黒いやつだったんですよ。で、塗り分けてあるみたいな、樹脂の黒いやつ でボディはボディでみたいな感じだったけど、今こう一体化になって、なんだろう、こっちの方が自然で私はかっこいいなというふうに思いました。で、まあ前から見てもそうなんですけど、これあれですよね、やっぱもう極大限までこう横に広く縦に広くみたいな感じで真四角な形をしています。もう言ったら弁当箱みたいな感じの形をしている。これがやっぱり商業車っぽくて私はすごくグッドなポイントです。で、これはね、風切り音を抑えるためにこういうのがついてますね。車両価格がまあかなり抑えてあるとはいえども、こういうところを工夫はちゃんとしてあるようです。ではサイド見ていきたいと思います。私の大好きな波平さんアンテナ、真ん中についてないけど、もうこれを全部波平さんアンテナということとする。そしてここ雨どいですね。この手のね、軽商用車ね、みんな今これ、今の新車ってほぼないじゃないですか。でもこれやっぱルーフキャリアとかね、こうつけたりとか、まあいろいろ選べるから、こういうのを残してあるのかもしれないですね。これなんかザ商業車っていう、この私的なこれシンボルです。そしてサイドなんですけど、これ鍵をね、ここで開けたり閉めたりすることができます。だからわざわざ鍵をカチャカチャやらなくても携帯してればってやつですね。ただこれダイハツの私の嫌なやつ、ここ開けるボタンじゃん。で、閉めるときはこれなのよ、これダイハツのボタンを押すのよ。だからこれがな、ちょっと使い勝手がなよくわかんないなっていう時がありますよね。で、さらに嬉しいのは、ちょっとね、吉野さんはそんな感じなかったらしいんだけど、まあ、あとさ、勝手に閉めらないようにっていうのもあるんだよ。その安全性のことを考えてちょっとドアが重くしてあるんだけど、例えば子供が乗った時とか、多分これをね全部閉め切るの難しいと思うの。でも大丈夫、見てください。これここまで閉めたら自分で閉めてくれるんですよ。だからハンドアの状態、最後までバンって閉まりきれなくても、力がなくてちょっと閉めればあとは自分で閉めてくれるので、それはすごく利便性いいなって思ったポイントでした。はい、じゃあ続きましてリア見ていきたいと思います。なんかちょっとロゴがねかっこいいですよね。ここ貼ってあるのがハイゼットカーゴって書いてある。で、これね、運送のバイトしてて思ったのが、ここにね、ほら見て、ここにね鍵を携帯してれば、ここで今ね鍵がかかったので、ここで今鍵が開いたの。これめちゃくちゃ嬉しいんですよ。これなんか運送のバイトって本当に助手席とかを開ける回数よりも、この後ろのリアのドアを開ける回数が半端ないんですよ。で、降りてきて、あ、鍵かけるの忘れたとか、鍵開けるの忘れたとかなるから、このねリアのこのハンドルのこのボタンでピッピッピッピやったら開け閉めができるのは本当に使い勝手二重丸だと思います。ではまずは前席のこの室内空間レポートしていきたいと思います。で、シートなんですけど結構厚いんですよ。厚くて、まあ、低反発枕のちょっと硬い版みたいな感じなので、長時間運転してもう全然疲れなかったです。で、乗り心地がむしろいいです。なんでここは二重丸なポイントです。で、足元のスペース結構広いです。158センチの私が座ってこんな感じで、ヘッドクリアランスはすごい、ヘッドクリアランスすごいですよ。ちょっと待ってよ、ここね、1,2,3,4,5,6,6.5
6.5 ぐらいあるので大きな男性がこうなるみたいな現象はないと思います。そしてまあこの前席のシートはこれリクライニングするし前後にも動きます。ただこの座席をねこう上げることはできないので、まあ商業車なんだからそうだろうって思うかもしれないですけど一応伝えておきました。そして続きまして収納を見ていきたいと思います。収納見てこれ、入らんかったマジかー、これはショックってことはさ、私もさ運送のバイトしたことあるからわかるけどさ、夏喉めっちゃ乾くんですよ。あーこれはねもう結構ねいい車だなと思ったからこそ結構な打撃があった、マジかみたいな。でまあここね、ここはペットボトル入るし、もちろん缶ジュースも入ります。じゃじゃーん、働くあなたの一番へ。いや紙パック入れて欲しかった。いちいちうっせえよババア、文句言ってんじゃねえ。まあそうよなってな感じです。で他はねやっぱね、まあここのね、ここの部分ね、ここの部分、まあちょっと鍵が置けるようなスペースがあったりで、ここは斜面になってるんですよ。ここまっすぐじゃなくてこうなってるのでブレーキ踏んでもこう落ちないようになってます。でこういうとこもね落ちないようになってる。でまああとは一般的なね、いわゆる軽自動車についてるような感じの収納スペースがあるんですね。ここにちょっとなんか荷物とか、まあなんかペンとかね置けたりするような場所があったり。ただ一個面白いなと思ったのはここ、じゃーん、あーこれ見えるかな、ここ、このバインダーの上に、上の部分にさらになんか資料とか紙を雑誌サイズの説明書みたいな感じのも置けるようなスペースがついてるんですよ。だからここにバンって、要はさ運送のバイトしてる人知ってると思うんだけど、荷物を届けましたよみたいなファイルとかがめっちゃその1個の荷物につきもらうんですよ。例えばまあ Amazon の荷物運んでくださいみたいな感じだったら、その Amazon に付随する荷物の資料みたいな。でじゃあ吉野運送の荷物運んでくださいって言ったら、吉野運送の荷物に関する資料とかこんなバインダーみたいなのでもらったりするんですよ。だからそれをここ置けるようになってるっていうのがまさに商業車っぽいなというふうに感じました。でまあでもね本当にね広々快適で、例えばこういうところもね、このエアコンのね、このエアコンのさ、でこういう温度調整とかも手動だし、ここねこういう風に手でやる感じね、ボタンじゃなくて流行りの。なんでこれはね逆にすごいいいんですよ。運送の仕事してると、なんか薄いビニールみたいな手袋をするんですよね、段ボールで手を切っちゃわないように。その時にそのままその手袋をつけたまま次の現場に行ったりするから、そういう時にねピッ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 と押すタイプじゃなくて、こういう風に手でこう自動的に、突起がすごい大きい突起がついてるとすごくいじりやすいので、ここはすごくいいポイントだなというふうに思いました。ただまあ一個ね、まあしょうがないんですよこれ。一個こう難点を挙げるとすればここ、ダジャーン、これ何かっていうと、これタイヤの真上なんですよね。これ要は極限にこう車決められた規定の大きさの極限までこうグググって大きくしてるので、こういうとこね、ちょっとこれがね乗り込みにくいっていうのと、やっぱアクセルとブレーキを押すときにちょっとびっくりする時がある。なんかおーおーって、なんかわかります、びっくりする時があるので、ここがねまあちょっとしょうがないっちゃしょうがないんですけど、難点を言うのであれば少しここがちょっと慣れるまでに時間がかかるかなっていうふうに思います。いきなりここで狭くなってるからね、ここまでは広いのにいきなりここでギュッと狭くなってるので、まあそこがちょっとびっくりするポイントかもしれません。
い、それでは続きまして荷室を見ていきたいと思います。ガチャ、広いで、今回あのフルモデルチェンジして、このね、とにかく荷物を積めるスペースを増やそう、もっと荷物を積みやすくしようっていうのをコンセプトに作ったそうです。で、4名乗車時、今みたいな状態、後ろの後席に誰か座っている状態で、この2室のね、このスペースは今のところナンバーワンらしいです。この手のね、軽自動車の商業版の中ではナンバーワンということでした。で、どういうとこを工夫したかっていうと、ここの部分をこうね、側面を立てたのよ、要は垂直に近づけたのよ。で、垂直に近づけることによって、これ、例えばね、大げさに言うとこうなってたのが、こうなったことによってもっとたくさん荷物が積めるようになったとのことでした。なんとみかん箱なら68ケース積めるそうです。そんなにもらっても腐っちゃうよ。まあ、最終的にはね、冷凍みかんにすればいいのか。で、それと、まあ、こういうところね、私が好きなここは絨毯生地になってる。で、要は重い荷物をギュッと詰め込んでバーンと押しても、ここがさ、ほらプラスチック樹脂みたいな感じになってたらさ、傷がついちゃうけど、このね、横荷物をぎゅうぎゅうに詰め込む横と一番後ろの部分とかはちゃんとこの車両が傷つきにくいような工夫が施されてるっていうのと、ここね、閉めるときはちゃんとこう取っ手がついております、紐ので、こういうところもしっかり考えられています。よいしょ。で、乗っていったんですけど、ここクッションになってるんですよ。で、多分ちょっと車中泊のこととかも考えたんじゃないかなっていうふうに思います。この今ね、あのちょっとコロナで、これもちょっとキャンプがね流行ってるこの時期、結構この手の車で、まあ、車中泊する方も増えてらっしゃるので、まあ、そこも考えて、まあ、ここクッション生地とかにしたのかなという感じはします。で、後席を倒すと、こここのレバーを引っ張ってパターンで、次この部分にギュッとレバーを引っ張って、こういう感じになっています。で、やっぱさ、こんなにフラットになるっていうのが嬉しいですよね。うん、これは余裕だ、車中泊余裕でできる。そして、なんならちょっと枕とかをね、ここに敷いたら見えます。要はここ後席でしょ、後席で、この前の席のこの段ともほぼ高さが一緒なのよ。一緒だから、ここに枕を敷いたとしたら、もっと足元には余裕がある。ほら見て、足元こんなに余裕がある。158センチの私が寝てこんなに余裕があるから、大きい大人の人でも全然余裕だと思います、車中泊は。これはグッドなポイントですね。で、ただね、ちょっとね、残念なとこがあって、まあ、いいとこもめっちゃあるんですよ。ほら見て、例えばここ汚れてもすぐサッと拭けるこのシートで、ここね、こういうとこ見て、これ引っ掛けれるようになってて、いろんな荷物を積むときにね、ここにね、要はこの上の部分も利用して荷物を積めるわけよ。ここに板をこう貼れば、上のところに例えば釣り竿とか詰めるようになったりとか、こういうちょっと引っ掛けるようなとこあるでしょ、ここにロープをビーって引っ張って荷物を固定するようにするとかね、めちゃくちゃいいとこあるんだけど、ただね、これシートの操作にすごい力があります。ちょっと見てくださいね。倒すときはさ、まだ良かったじゃん。これさ、戻すときよ。これがね、重いんですよ。で、あともう一個言っちゃうと、ワンアクションでシートを倒したりできないっていうことですね。まずここのレバーを引っ張って、ほら見て、ここ引っ張って戻して、このレバーを引っ張って、こういう感じなんで、まあ、ちょっと非力な私にはきついかなっていう感じがしました。で、他には荷物をよりたくさん積む工夫として、ここ
こういうとこ、シートベルトの根元の位置、これがポコッと出る形じゃなくてなだらかになってる。あとここよいしょ、おて、ここね、ここ、このちょ、この握る部分、これね、ここ、鉱石のこの握る部分をちょっとほらほらなだらかになってるでしょ。こうすることで、まあ、荷物をもうね、鉱石を倒して荷物をぎゅうぎゅうに積んでも荷物が、段ボールの荷物が傷つかないようにされているそうです。なので本当にね、この配達業務の人とか、まあ、荷物をたくさん積んで仕事するような人たちのことをより深く考えた感じの作りになっています。で、次は鉱石の居住性を見ていきたいと思います。で、鉱石の居住性なんですけど、これね、シートもう、シートはね、まあ、商業者はね、このリクライニングしないのがね、これはしょうがないです。で、ちょっと薄いんですけど、横から撮ってもらったら薄い、まあ薄いかな、薄く、うん、まあ薄いわな、普通の軽自動車とかさ、普通車とかさ、それこそ高級車と比べたら薄いんだけど、でもね、シートが硬いんだけどちょっと反発する感じで、まあ 2,3 時間ぐらい乗ってたけど、全然その体が痛くなるとか、お尻がちょっと何、振動で痒くなるとかは全然なかったです。なので乗りやすかったですね。で、なんなら私これ寝そべって寝てました。それぐらいなんかこう低反発枕のもうちょっと硬い版みたいな感じぐらいの質感になってます。で、ここ気になったのはね、やっぱりこれなのよ。これさ、このマットがね、引いてあるのがはすごくいいんだけど、全然ちょっとフィットしてないわかります、これ全然このフィットしてないっていうのと、あとこれ2分割になってるんですけど、これ見てもらっていいですか。2分割になってるんだけど、まあ、ここをカチッとできるんだけどさ、こういう風にね、カチッと、ただこの間に砂が入って結構ね、お掃除が大変だったっていうのと、まあでもちょっとこれ見て、これはちょっとフィットしなさすぎなんじゃないかなというふうに思いましたので、ちょっと一応言わせていただきました。まあちょっとね、あらを探してみたいな感じのコメントもあったんですけど、でもね、もしかしたら万が一ダイハツの方がこうチラッと見て、あ、ここ直そうかなみたいになったら儲けもんじゃないですか。だから私はちょっと言わせていただきました。じゃあ早速荷台でご飯でも食べようかな。よいしょ。はあ、これね、まあ、さっきも言ったんですけど、この荷台のこの部分、クッションがついてるんですよ。で、これクッションがついてるのでめちゃくちゃ座りやすい。これさ、荷物を置くだけじゃなくて、ここでご飯を食べることも想定してるんじゃないかと思うような感じで、今日はこれカップラーメン食べていく。でもさ、やっぱ思うけど、こういう商業車って本当に誰でもすぐ乗れるように、誰でも乗りこなせるような感じ、いい意味ですごく親しみやすい車だなというふうに思いました。まあそりゃそうか、会社で使ったらさ、不特定多数の方がたくさん乗るわけだもんね。そりゃそうなるわな。あ、おいしい。これ今気づいたけど、これ骨格がむき出し。でもさ、骨格がむき出しなんだけどさ、それもいいよね。このカーゴにはさ、そういうさ、ちょっとさ、そこまで高級志向じゃないじゃん。だからそういうこのむき出しがさらにいいよね。そしてこれ見て、これじゃん、白束ボロボロ。これさ、カニ風味じゃん。私カニ食べれないんですけど、これカニじゃないんで、白身魚なんで食べれるんですよ。142円でまるでカニを食べたような気分になれるっていうのはめっちゃお得ですよね。
でね、ここ、ここ見てほしいんですけど、今さ、倒そうと思ったらさ、このちょっと助手席とかをね、ちょっと吉野さんが後ろに乗るからね、倒そうと思ったら、この普通さ、左側についてるじゃないですか。それが右側についてるんですよ、これ。やっぱりちょっとさ、狭いじゃん。こっちギリギリまで、こう車内をさ、撮ってるから。だから、そういうのも考えて右側につけてるのかなっていうふうに思いました。でやっぱ走っててさ思うけどさ、やっぱあれだね、こう運転しやすいとかじゃなくてもう慣れやすい、誰が乗ってもすぐにああこういう感じねみたいなのが分かるようになってる。それがいいとこですよね。でこれやっぱねサイズ感がね本当にねいいんですよ。で何がいいかっていうと、あちょうどいい、あれあれあれ今見えます、あの前方の車、これねこういう感じで路肩に駐車してる人ってめちゃくちゃいるじゃないですか。でねこの時にこのサイズ感だと難なくスイスイいける。例えばランクルだったらちょっとあ白線飛び出すかなっていう感じでこう様子見なくちゃいけなかったりするんだけど、ほらまた来た、これこれこれ、この路肩駐車、これねこれ全然スイスイいけるのよ、ほらスイスイいける、これがすっごいいいですね。あの都内とかめちゃくちゃ止まってません？路肩に。あれねやっぱり大きい車で行くってなるともう行くたびにあ対向車から車来てないかな、今行けるかな、あ赤になる、やっぱり止まっとこうかなとか考えながら行かなくちゃいけないんだけど、もうこのハイゼットカーゴスイスイ行ける、このサイズ感はねやっぱ最高だなというふうに思いました。プロボックスでも運転させてもらったけど、それこそ吉野さんの会社でねちょっとプロボックスであの運送のバイトしたけど、プロボックスもねやっぱ大きいもん。プロボックスもちょっとね進むのにねあー通れるかなとかある、やけどこのサイズの車は全然いけるよ。じゃあエンディング撮ります。はい、今日は新しくなったハイゼットカーゴのレビューをしていきましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。この動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。223kcal、今気づいたわ、プリンって意外にカロリー高いんやな。まあ、いや明日からダイエットしよう。明日からダイエットするなら今日思いっきり食べよう。